ね、はい、ロイス様、さっきの奇妙の詩をロイス様お読みくださりましたけど、もう一遍丁寧に聞かせていただきましょうか。奇妙、分別や思いは頭の分泌物、生死の分別超えている。今の生命実物に今帰ることを奇妙という。今奇妙、今拝む、天地いっぱいただ拝む。拝む、拝むとは二つが一つ、その一つさえも隠れてしまう思いが手放された実物の形、天地いっぱい実物の深さ。思観生死、思っても思わなくても、信じても信じなくても、有無生死、心妄名語、自他幸不幸など二つに分かれる以前の実物の命の深さで生き死にす。どっちへどう転んでも御命、今この実物こそ御命、無有生死の思観生死。今ちょうどこの奇妙と拝むと思観生死と三篇の詩を聞かせていただいたわけですけど、ここで思いの分泌物という人間の、まあ、気まぐれな思いと、それから実物ということと、こう2つが出てまいりましたけど、これを聞かせていただいて私ふっと思い出した詩があるんです。なんか小学校4年生の子どもの詩だというんですけども、名前はよく覚えておりませんがね、狭いな狭いなと言ってみんな遊んでいる、町会の時に石を拾わされると広いな広いなと言って石を拾ったっていう、ね、その遊んでる時は狭くてしょうがない感ずる詩が、運動場がいよいよ石を拾わされたら広くてしょうがないっていうね、この人間の思いというのは大変身勝手な、 その時のご都合次第で広く感じたり狭く感じたりする、そんなその気まぐれな思いを私どもは高くもう立派な思いだと思い込んで振り回しがちですけど、本当はこんな天気次第とかその時の気分次第、自分の勝手次第、いろんなこう背景になっての伸縮自在なのが自分たちの思いというもので、それに対して伸縮しない運動場というのを運動場そのものは伸縮しないわけですが、それが実物というふうにここのロイス様の詩は受け止めさせていただいて、その生命の実物っていうのもね、はいはい、これは出入りなし、出入りなし、ところが思いの、はい、我々の思いの手前だけは、はいはい、いろいろの出入りがあって、はい、で生きたり死んだりとこう思ってるわけですね。だけど本当は生命の実物としては、うん、まあ般若心経にもある風生風滅風空風情風像風現だもん、はいはい、で出入りなしです、はい、そうですね、で結局ね、はい、そういう思いは頭の分泌物ってね、うん、いうことはよく知ってね、うん、で思いを手放してみるってことね、うん、思いっていうのは大体ね、私頭の中にね手があると思うんです、はい、それこうねなんか握っちゃうの、はい、でなんか考えてるわけね、それを今思い手放しにすると落っこちる、はい、これ信心脱落ですよ信心、はいはい、脱落ってね、はい、道元禅師が言うのはそれだけだもん、はい、今座禅っていうのね、座禅拝むっていうことはね、うん、拝む拝まれる、はい、それから拝む拝まないって、そういう二つに分かれる以前のところを拝む、はい、ただやる、はい、ただ拝む、はいはい、そしてそういうその思いを手放しちゃうから、はい、まあ座禅っていうのもね同じことなんですね、拝むのも座禅も、だから拝むっ
ていう、今私が拝むっていうのは広い意味で、はい、座禅もお念仏もね、はい、あるいはキリスト教の、祈りっていうのもね、はい、全て含めてのことですね、拝むっていうのはね、私を投げ出して、はい、そして頭手放しにして、はい、あんって拝む、はい、このただ、はい、あんでいいから、はい、その頭手放しにしなくちゃいけない、はい、よく沢木朗氏が打ち方やめって表現なさいましたね。そうそう、あれは軍隊での話ですね。ね、そうですね、今の人に分かるか分からないかしら。それでね、道元禅師の言われるのは、はい、頭の手放しね、はい、これを百千万発するっていうことで、はい、だけですよ。で、やっただけはやったんだ。はい、頭手放し、手放し、ね。生きてる限りは無限にこう、やっぱり湧いてきますから、そう。それを無限に百千万発手放し。そうそう。要するに思いはいい加減なものなんだと、分泌物なんだということを思いで知って、そう、無限にそれを湧いてくる、生きている証拠で湧いてくるのを手放し手放して実物に従って生きているということなんですね。そうですね。でね、だから、はい、今、うん、拝むっていうのは二つが一つだ、はい、でその一つさえも隠れてしまう、うんうん、思いが手放された実物の形ですね。でその形という形に、うん、実物の形を行ずる姿が、例えば拝むという姿になったり、座禅という姿になったりするということなんですね。でまあ、早い話が自動車運転でもね、はいはい、考え事運転とか緊張運転はダメなの、はいはいはい、それからまた酔っ払い運転とかね、はいはい、それから居眠り運転、これはダメなのね。はっきり覚めて、そして頭は手放されてなくちゃ、それで初めてね、生命の実物が自動車運転の場合にも働くわけですね。今我々の場合でも、その思いを手放したところで本当に生き生きと覚めて生きるということが大切なんでね。それでだけど拝むっていうね、はい、いうのはそういう二つが一つなんだというようなことはね、そのいわば第三者として観察的にそういった話、で、はい、拝んでみるっていうの、本当に拝むっていうね、いう時にどういうことかっていうと、拝んだ当の本人としては、この結局ね、はい、どっちどう転んでもお命です。でそれと同時に今この実物こそお命って、まあこのお命っていうのはね、私が愛したのは道元禅師が「生死は仏の御命なり」って言われたんでね、そういう御命なんですがね、とにかくどっちどう転んでも御命、今この実物こそ御命という、はいはい、そのどっちへどう転んでも御命、私どもは都合のいい方へ転びたい、いつでも先日もね、私のところへ出入りしてる奥さんがね、お父さんが大変お元気で70そこそこでしたが、お風呂から出て、お夕飯も上がり元気でおられて、コロッと行かれたんですね。でお母さんの方は十何年寝たきり、そういう二人を見て私に、私らもコロッと行きたいですって、ね、言うんですね。それは誰しもがコロッと行きたい、しかしその時にね、私思わず、誰しもコロッと行きたいけども、しかしコロッと行きたいことを願ってもその予定通りはいかないから、どうなってもよいというところに欠場することの方が大事だよって、まあ偉そうなことを、お主様の受け売りじゃないが申したことなんですが、やっぱりね、いやだからね、はいはい、今私がこういう話したからってね、私がいい死に方するっていうんじゃないんだ、はいはいはい、どうせね、はいはい、私がどんな死に方するかそれは分からない、はいはい、しかしどんな死に方しようと、どっちへどう転んでもお命っていう、それだけは、はい、全くその、私のその心の決め場所だ。そうですね。でまあ、はい、それだけが私言いたいわけね。上手に死にたいとか、楽に死にたいとか、死に方に条件をつけたくなるわけです。で座禅するとうまく死ねるかとか。そんな座禅したからってね、そんなうまく死ねるもんじゃないですよ。はいはい、どうであってもいいっていうだけだ。
あのそれこそ七転八倒して死んでも寝たきりになっても、ええ、どんな風の状態になっても良いというこの結晶が大事なんですね。そうですね、ええ、でどういう状態になっても仏様の命からは外れないんだという、ええ、こぼれ落ちない、こぼれ落ちないんだというあのどっちへどう転んでもお命という、これ私あのふっとこんな歌を思い出しまして、あのこれはね民藝運動をやっておられた柳宗悦さん、宗義って読むんでしょうか、宗悦さん、この方の詩一番最後の頃に出されたもので、心歌、心の下手の下、心歌というものの中にある言葉なんですけどね、吉野山転びてもまた花の中ってね、綺麗な表現ですけども、転んでも花の中、要するに花というのは仏様の御手の真ん中、ど真ん中ってことなんですね。七転八倒してもそれが仏の御手の中での七転八倒なんだというようなふうにこの詩をいただいたわけなんですが、そのどっちへどう転んでも命ってのもそういうような受け止め方してもよろしいわけでしょうか。気に入った時だけ花の中で、そうですね、なんとかね、その花の中、はい、いや、ドロンコの中へ転んだってね、花あるんだ、はい、花の中で、ね、はいはい、それからあの先ほどの質問、今この実物こそ命とおっしゃいましたね、うん、このどっちへどう転んでも命というのは今の仏様の方の天地いっぱいの方とか、そちらに、でそれを今ここで私どもがどう生きるかという、当の本人としてどう生きるかとさっきロシさんおっしゃいました、その言葉でふっとまた思い出したのが、あのこれは昔からの、 あの誰のというよりも子かというんでしょうか、私の記憶ではそのとこですが、投げられたところで起きるこぼしかなと、起き上がりこぼしですね、だるまさんですね、ポンと掘り投げられた、投げられたその場所がドロンクであろうと、ゴミ溜めであろうと、どこであろうと、そこを我が住処としてそこに腰を据えて生きるという、投げられたところで起きるこぼしかなと、それをその今この実物こそ命という言葉をちょっと変えてそういうふうにいただいてもいや、それでね、私ね、だからこれ今、はい、私としてはあの、自分、さっきも言った自分、私がね、もう死を目の前にしてるから、それでもってはっきり自分に言い聞かせようと思って、はい、あれして、その心の決め場所として、どっちへどう転んでもお命、今この実物こそお命って言ったわけですがね、これは何も、死ぬ時だけじゃない、はい、この生きてる時ね、はいはい、あの生きてる時の心の決め場所もこれでなくちゃなんないと思うんですね。例えばね、今まあ入学試験があれだろうけれど、まあみんなね、なんとか合格しよう合格しようと思ってね、で合格のための勉強してるからね、本当の勉強に身が入らないんだと思う。それでそうでないね、その合格しようが不合格しようが、どっちどう転んでも多い命だ、ただね、今この実物こそ多い命で、その勉強するときはただ一生懸命勉強するっていうね、そのところに本当の生き方があるんだ。それからまたあれですね、まあ、あの大相撲もそのうち始まるだろうけれど、そのこれがこの一番でもってあの全勝優勝ね、それで大関から横綱になるっていうのはあのね、そういうようなお相撲さんだとこうプレッシャーがかかるっていうじゃない、これはあの分かるな、しかしながらそれじゃあ結局硬くなってダメになっちゃう。それでこれやっぱりどっちどう転んでも命、今この実物こそ多いのちってんで精一杯やるっていう、それ以外ないんだと思う。でまあ私が死ぬことのね、心の決め方と同時にその本当の生き方ねはこれでなくちゃならないとこう思うんですね。でまあ私はもうこれからね、もうあとは目の前に死んでいくだけだけど、このこれからまだ将来のある若い人たちねにこういうその生死っていうね、地盤から直ためしたその本当の
生き方をねしてもらったらとこう思うんですね。浮いてしまわないでね、思いだけを追っかけてしまうと今が浮いてしまう。そうなんです、はい、そのいいことは追っかけ、嫌なことは逃げと、思いだけをの先だけを追っかけていると今ここの足元が浮いてしまうから、 それを浮かせないように、今やってるそのことに出会って一生懸命余分なことをそこに持ち込まない、できるだけね。だからこれ、まあ、早い話が、自動車のね、安全運転というのもそうですよ、頭は手放しにして、しかしながらそのはっきり覚めていて、で自動車の場合はね、もし失敗してどっかぶつけたらそれで終わりなんだ、ところは人生っていうのはそれで終わらないんだ、死ぬんでも死んだら死んだんでね、まだそれからのあれなんですね、どこまでもそれこそ、転んでも投げられても、投げられたところで起きるこぼしかなんでね、それが一番大切だと思います、病気になったら病気を、よくロシ様が地獄に落ちたら地獄を一生懸命我が住みかとしてとか、針の山東藩をさせられたらそれこそ我が命として一生懸命やれとか、そこに浸かり込めばね、これはまあ、それが住みかだもん、一生懸命そのことに、しかしそこでねふっと思いますことですがね、そのことに一生懸命になる、例えば道元禅師も天蔵教訓なんてどうか気になって、台所をやるときは台所を一生懸命と、他のこと台所が座禅とか同じだとかということを入る際邪魔者だと呼ぶんだと、天蔵をやるときは台所をやるときは台所一本、その他のものは持ち込まない、それが今この実物を生きる、今ここ一生懸命一行ですか、よく一行に追って一行すという、その一行ということなんだろうと思うんですけども、そのね、うっかりすると一生懸命三昧であるということと夢中ということが、夢中っていうのはね、それがどっちどう転んでも命っていうのが見えていない、このどっちどう転んでも命っていうのは全体、この私を通してね、それこそ天地いっぱいのね、生命が、今ここで生かさなくちゃならない、そういう背景をいつもそこから浮き上がらんようにして、それでも生きてるから思いが浮かぶけど、手放して手放して今のこの一行に全力を尽くして、ね、というわけなんですね、だから麻雀三昧なんてのはダメだそれから釣り三昧とは他が何も見えなくなってしまいますし、夢中になってるというのとは三昧、よくごっちゃにされますね、それからもうどうしてもこれね、私どもむしろお経というのは大変難しい言葉で表現されて読む分かりにくいんですが、現代のお経みたいにこう読まさせていただくといいんじゃないかなと思うんですね。それで露出のところへお願いすれば送っていただけますか。結局ね、自分のところのね、送り先を封筒に書いていただいてですね、それで、まあ普通郵便に行ってだけ貼った封筒を私のところ送っていただいたらね、その封筒に入れて送ろうと思ってるわけですがね、ロシ文とか電話がないとしてましたね、私のところは電話がないんでね、電話はもう、絶対かけていただきたくない、いいですね、でまあ私のところだけね、こいつはあれですか、一応住所、宇治市の小畑って読む中村13農家院内内山高所、郵便番号は611です小畑は道元禅師のお生まれになった場所でしたね、そう、いいところにお住まいで、道元禅師のね、お生まれになったところで、その内山高所が先月すらさせてもらえ、まあこんなに光栄なことはないですよね、最後に露出の光明蔵三昧というのを読まさせていただきます。お願いします。貧しくても貧しからず、病んでも病まず、老いても老いず、死んでも死なず、すべて二つに分かれる以前の実物、ここには無限の奥がある。貧しくても貧しからず、
病んでも病まず、老いても老いず、死んでも死なず、すべて二つに分かれる以前の実物、ここには無限の奥がある。